さて君の好きな音を出せるのはこの彫刻刀かないやこれを見せても初心者の君には違いが何かよくわからないものなこういう時はうん全部持ってあげようお待たせ <laughs> じゃあお隣を失礼するねうんうんこれで全部だあとその前に改めてようこそ私の工房へとは言ったもののここはサブの部屋なんだ主にメインの仕上げをするのがこの部屋 細かいところを調整したり、手軽に掘れるものはだいたいここで作ってるよ。<laughs> ハンマーとか使って掘るものを想像したかなそれだと、こんなマンションじゃやれないよ。ん仕事場に素人が入っていいのか <laughs> そんなの気にしなくていいんだ。私としては君からはいつももらってばかりで、何も返せていないからね。 じゃあ、早速彫刻の魅力を教えて差し上げよう。と言っても、君がどの音が好きなのかわからないので、いろいろな彫刻刀を持ってきたんだ。右から、切り出し刀、平刀、丸刀、三角刀。<laughs> 基本はこの四つだ。 そして彫刻家と名乗るにはこの4本を自分の手足のように使いこなさなきゃいけないもしこれをうまく使いこなせればプロになれるさて君の家にあったのはこれかな切り出しうん見た目は普通の刃物と変わらないけど。 これはなかなかに扱いが難しいからねそうだね <laughs> 浮世絵って聞いたことあるかなうん江戸時代の絵画のあれだあれを作るときによく使われたって言われてる、うん、そうだね今からこの木材に適当に線を入れてみるね こんな感じで適当に星やハートマークを入れてみたよ。じゃあこれに沿って切り出し塔を使ってみようか。<laughs> うん。こんな感じで、線が入るんだ。この線の横に沿って、同じように線を入れてみると <laughs>。ね。きれいに掘れた。これのポイントは、 刃の向きに注意しながら切ること。手前に引くようにすれば。綺麗に彫れる。 けど、この扱い方を知らずに無視してやると音も綺麗じゃないしうまく切り込みも入らない君がいい音を出せなかったのは使い方を知らないのも大きい だからこそ、こうやって触れてれば、君の好きな音も出せると思うんだ。それに、せっかく彫刻に触り始めたのなら、少しでも彫刻の楽しさを知ってほしいんだ。というわけで、はい。次は君の番だ。この線に沿って彫ってみて。いいよ。歯の向きは合ってる。持ち方は、 鉛筆を持つような持ち方にもう少し傾けてみて。<laughs> おおすごいすごいきれいに掘れたよどうだいやり方を知ると結構楽しいでしょう。じゃあ次は切り出し刀よりよく掘れるもの。これ 丸刀刃先の形がだいぶ違うよね実際掘った後もだいぶ違うものになるからよいしょわ <laughs> かるかな切り出し刀と比べてその名の通り丸刀は 幅が広く丸みのある線を描くことができる。ほら、次は少し長めに彫ってみるよ。 こっちの方がかかりやすく掘れたかな持つ時は歯がぶれないようにこうして押さえるんだけどおやなんだか満足げな顔をしてるねもしかして今の音が良かったりするのかななるほど丸ルか。かじゃあこういうのも心地よかったりするのかな <laughs> ほらこうして角度を変えると。 より鋭くなる。 やっぱりね。まこれはよく使うものだから。でも、私ばかりもよくないから、自分でやってみなさい。ほら、自分でこの音を出せた方が、もっと気持ちいいと思うから。 いい感じだよそのまま角度を変えてみて <laughs> どうだいなかなかにいいものだろうその快感が彫刻の醍醐味でもある さて、いい音を鳴らすのなら三角刀も捨てがたいほら刃先を見て刃の断面が V 字になってる刃先を深く入れて彫ることで太い線を浅く入れることで細い線とバリエーション豊富に彫れる代物だじゃあまずは太い線からふぅ どうだいなかなかに太い線が彫れたよじゃあ次は細い線をよいしょ。 この音も気持ちいいみたいだね <laughs> じゃあ細い線と組み合わせると だいぶ長めにやったからなかなかに心地よかったんじゃないかな。じゃあ次は君にと言いたいとこだけどついでだし平刀を説明してからにしようか。<laughs> ほら平刀という名前だけあって歯がまっすぐでしょ実は丸刀ほどじゃないけどここがカーブしてるアイスキというのもあるんだ。 ま使い方は同じなんだけどね。じゃあ早速掘っていくよ。 あら、気づいたかな。線と線形と形の間とかの広い面積を掘れるんだよ。<laughs> じゃあもう一回。 優しい感じの音がする <laughs> 面白い表現をするね。でもそれは自分で出してこそだ。あら、三角刀と平刀をそれぞれ使ってみなさい。うん 三角塔となると少しやりにくいかなちょっと貸してくれるもう一回やるからきちんと手元を見てて こんな感じで。はいじゃあ君の番。ふ、うん。 その調子その調子。さっきと違って、刃の入れ方も大胆になってきてる。じゃあそのまま、平等に切り替えてみて。よーし、握り方もバッチリ。そのまま、思いっきりいっちゃい。 そのままここの角を大きく掘ってうん <laughs> おおだいぶ上達したねほら最初に切り始めたこっちと比べるとさっき線を引いたところはきれいに掘れた。 <laughs> こうして成長してる様子を見れるのもいいもんだろう。じゃあ、早速だけど、作品を一個作ってみようか。うん、ちょっと。これ、何もされてない木材と、初心者の彫刻集だ。この中から好きな絵柄を選んでほしい。もちろん下絵も君が描くんだ。 そしてそれを書いて今君の思うまま彫ってみてくれん作品なんて初心者すぎて作れないいいんだよそんなの気にしなくて君が何を作ろうと私は構わないんだ大事なのは彫刻の楽しさを知ってほしいんださあこの中から好きな彫刻刀を選びなさい。 ほほらほら、わからないところは私が手伝うからさ。おそれにするんだね。じゃあ軽く下たを描いてみて。 なかなかに絵心もある。これは期待できそうだ。ほら、ここから好きな歯を使って。 うーん。いいよ、いいよ。んここを深くかいなら、その歯じゃなく、うん、こっちを使って。